ということでね、さっきのところからちょっと、さっきのね、言った交番から、今度こっちに降りてきましたね。第一工業製薬さんのところをぐーっと降りてきて、千歳の奈良の筋に入ってますけど、ここでね、さっきのね、言い返しとったところのちょうど反対側ですね、こっちの先の、JR 貨物の税関踏切、前踏切っていうんですね。まあ、税関はだいぶ先ですけどね、まあ、そういうあれなんですよね。ここがちょうど和止になっとって、まあ、そこにここまでね、電車が入ってくる、機動車ね、入ってくることはないです。一応、ここがギリギリの、踏切になってるんで、まあ、この踏切をね、電車が渡ってくることはないんでしょうけど、一応、この奥は私有地のはずですからね、あれ、ギリギリまだ私有地じゃないのかな。そこに、分団、消防団の海上分団ですね。すごいですね。名前ですけど、があるんですね。結構面白いですね。ハザメのやつとかも。枕木もね、まさに枕木ですよね。そんなのが残っておったり。そして、まあ、ね、言わせてましたけど、この踏切もね、見てた通り、遮断機も何もありません。まあ、降りることも、ね、降ろす人もないでしょうけどね、まさに、第4号踏切ですね。ということで、ね、で、言うとったら、ここに、あれですね、アンテナありますね。これはウィルコムですね。ウィルコム、ワイモバイルのね、アンテナはこういう感じです。うん、同じね、PHS のやつでは、こんな感じで違うんですよ。すみません、あれ PHS ではもともとないかもしれませんけどね、さっきのやつが。うん、多分元はそう PHS のじゃないかな。で、今は PHS はもうね、サービスが終了してますんで、この辺りのやつをまたなんか別の、いわゆる公衆 Wi-Fi のやつに使ったりとかですね、いろいろ、プランがあるみたいです。それはそれでですね、楽しみにしているところなんですけどね。